やっぱり問題はポーズじゃなくて表情なのかな。大人っぽい表情なら花嫁らしくなるって思ってたけど、それより相手の幸せを願う表情っていうのをできるようにした方がいいのかな。あんちゃんって何にでも本気で一生懸命な子なのね。はるかちゃんの親友っていうのもすごくうなずけるわ。そんなあんちゃんのために私ができることは。あんちゃん、少しいいかしら。あ、しずくさん、もしかしてもう休憩終わりですか？ううん、うん、まだ休憩時間よ。ただ、あんちゃんと少し話をしたくて。え？あのね、あんちゃんが硬いって言われた理由が分かったかもしれないの。本当ですか？しずくさん、教えてください。もちろんよ。じゃあ、ポーズを撮ってもらってもいいかしら。カメラマンさんに撮られているつもりで笑ってみて。はい。幸せになってほしいって思いながら、花嫁さんらしく落ち着いて優しく。やっぱりそうみたいね。え？あんちゃんは今どうしてその表情をしたの？花嫁さんって言ったら、結婚するから幸せな気持ちでいっぱいで、あと落ち着いてて大人っぽいイメージなので、だから私もそうならなきゃなって思って。そうならなきゃ。そうじゃなきゃいけないなんてことないのよ。え、でもそのままじゃさすがに花嫁さんっぽくは。思い出してみて、あんちゃん。川崎さんはあんちゃんのどこがいいって思ってオファーをしたのか。写真映えするとか存在感があるとかは言ってもらいましたけど、あと、いつも輝いてるって言ってたような。私も今日あんちゃんと話してそれをすごく感じたわ。すごいイベントを超えるっていう夢を話してるあんちゃんはとってとてもキラキラしていたもの。きっと川崎さんはそんな希望に満ちたあんちゃんを撮りたかったんじゃないかしら。え？さっき言っていたような落ち着いてて大人っぽい花嫁さんもとっても素敵だと思うわ。でもそれはあんちゃんじゃないわ。自分じゃない誰かを演じてもあんちゃんの中にある本当の輝きを出せるわけじゃないと思うの。もちろん演じることで評価される人もいるけど、あんちゃんはそのままの自分が求められているんだもの。誰かを演じる必要はないのよ。ああ、そっか。私は花嫁さんになりきらなきゃって思っちゃってたけど、川崎さんは私を撮りたいって言ってくれたんですもんね。ごめんなさい。私、昔見た花嫁さんが一番花嫁らしいんだって思い込んじゃってたみたいです。謝ることなんてないわ。憧れるイメージを持って近づこうと努力するのは、きっとみんなやっていることだもの。ただ、あんちゃんはそんなことしなくても、もう十分素敵なものを持っているのよ。いつも夢に向かってまっすぐ進める、そういうあんちゃんの意志の光を。しずくさん、ありがとうございます。私、憧れの花嫁さんじゃなくて、ちゃんと白石アンとしての花嫁さんで撮ってもらいますね。ええ、頑張りましょうね。